ビクター・ J ・ガラテは、ベネズエラ・アラグア州マラカイ出身のプロ野球選手。左投げ左だ。台湾球界での登録名は、かつへしゃげみかど。2005年に、ヒューストン・アストロズと契約を結んだ。この年は、参加のルーキープラス級のグリーンビル・アストロズで19試合に、登板した。2006年は A、A マイナス級、取引バレーキャッツで21試合に登板した。 2007年にルール5ドラフトでロサンゼルスドジャースへ移籍した。2008年は参加の A 級グレートレイクスルーンズと A 級インランドエンパイアシックスティシクサーズでプレーした。2009年に40人枠に登録された。同年は A 級チャタヌーがルックアウトで47試合に登板した。ナショナルズ時代2009年9月2日に ロニー・ベリアードとのトレードで、ワシントン・ナショナルズへ移籍した。9月4日にメジャーに昇格し、翌5日にメジャーデビューを果たした。この年は、メジャーで4試合に登板した。2010年は、参加の AA 級ハリスバーグ・セネターズとトリプル a 級、シラキュース・チーフスで計40試合に登板した。オフに対談し、オリックス・バファローズの周期キャンプに、テスト生として参加したが、 入団には至らなかった。2011年はフロリダ・マーリンズと契約を結んだ。この年は参加の AAA 級ニューオーリンズ・ゼファーズで43試合に登板した。オフに対談した。2012年はミルウォーキー・ブルワーズと契約を結んだ。参加の AA、A、級ナッシュビル・サウンズで29試合に登板するも成績不振で7月12日に解雇された。 2012年7月19日にアトランティックリーグのヨークレボリューションと契約を結んだ。しかし、1試合に登板したのみで、1週間経った7月26日に解雇された。2013年はメキシカンリーグのサルティーヨ・サラペメーカーズと契約を結んだ。この年は19試合に登板した。2014年は14試合に登板した。 2014年6月29日に CBBL の議題、ライノズと契約し、13試合に登板し、7勝3敗、88、脱三振、防御率2.59を記録した。2014年11月19日に、北海道日本ハムファイターズと契約合意した。2015年3月29日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦で、 先発投手を務め5回無失点と高騰するなど、13試合登板で3勝1敗、防御率1.71の成績を残すも、負傷や外国人枠の関係により契約を解除され、8月6日に自由契約選手として公示された。2015年8月14日に CBBL 中心兄弟に移籍、同年限りで退団。2016年4月7日に、 サルティーよサラペメーカーズに復帰。ストレート、スライダー、チェンジアップを投げる。ありがとうございます。